はい、本当はすげえ A ちゃんっぽいね、なんかよろしくよろしく、ね、A ちゃんでしょ、こうしたら A ちゃんやろ、はいはいはい、じゃあね、ジェットロボットの矢沢永吉子とやかましい谷岡初めて聞いたわそれこれも MC を務めさせていただくあったにおかしひこのしゃべりまっくりスティーキャンバーティンですございます。どうもどうもどうも、こんばんは。アシスタントのなんだっけなんだっけじゃねえなんだっけ、こさこさつやです、よろしくです。なんだっけ、なんだっけじゃねえ、1年前に振られたやつだっけ。おお傷をえぐって、傷をえぐってくるよね。フェイスブックで振られた。フェイスブックでねえよちゃんとこさこくんだね。そうだよ、知ってる知ってる。というわけでございまして、今日も1時間はいお付き合いいただこうかなと思うんですが、これね、なんてなんてなんて1時間お付き合いいただこうかな、これね、今日ね、はい、あのね、毎年恒例なあの番組対抗歌合戦ってあるじゃないか。そうですね、それのね、うん、ゲストがはい来るのかなと思ったらまだ到着してないのよ。おっと、え、今日来るんすか。今日来る、本当に来る。あのなんか、うん、まあ有名どころの事務所のプロダクションの、はい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 、お芸人さんなんで、はい、俺でもね、なんか、うん、お芸人さん、お芸人さん、お芸人さんじゃん、この3年連続 の、ね、この番組が始まって見事にね、いつになったらグラビアアイドルになるのかな去年一回その感じは匂わしてますよ ね、求むよ、グラビアアイドル、うん、ですよ、求むよね、ね、ほんとせめて、D カップ以上結構なんだったら俺が選定してやってもいいぐらいだ、うん、だったらさすが A ちゃんっすね、さすがジェットロボットの A ちゃん、グラビア言うことが上から目線、グラビア歴、はい、18年結構年食ってんな、何歳からグラビアやってんの。ひな形あきこからグラビアデビュー、はい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 、最近のグラビアでいいなと思ったのは、うん、もが誰ちょっとね、もう話が深いところに行き過ぎて全然わからんいや、もがは知ってんだろうよ、電波組のあの子だぞ、金髪の子だぞ。え、わからん。え、もやー、もがみもがのあれだぞ。え、そう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 、わかる、マジで。モガミモガの、俺が悪いのか、モガミモガのグラビアはいいぞ。そうなの、俺だからグラビアに関して言うと、うん、俺すげえ詳しいからなんで何、実はちょっとグラビア好きなんですか。俺だってグラビア、谷岡義彦イコールグラビアだぞ、だってあ、そうなんですね。そうだよ、袋とじミュージシャンだよ俺袋とじをすげえ、いかに綺麗に破くかっていう、それだけのために俺は生きてるような人だよ。幸せ者ですね、それね、だいぶね。要はだから毎週月曜日となると週刊現代とかあるわけだよ、はい、うん、で、プレイボーイ、はい、そして、少年じゃなくて、うん、なんだっけ、ヤングマガジン、ヤングマガジン、はいはい、そしてスピリッツがあるわけよ、この4つ、はいはい、この4つの中で、うん、グラビアは必ずチェックするぜ俺だって漫画じゃなくて。あ、なるほどね、うん、グラビアを基準で選ぶんや。俺だから今日のグラビアの表紙全部知ってんもん、うんうん、マジで知ってるよ。え、ほんとっすか。ほんとだよ。まあ一人忘れてる、ヤングマガジンだけちょっと忘れた。プレイボーイは、プレイボーイは吉岡里帆。おおすごい早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 い見たいから、吉岡里帆かわいいなーと思って。吉岡里帆ってだいぶあれっすよね、うん、結構俺たちが若い頃から。ちげえし、それ吉岡美穂だしお前ほんとダメだな美穂じゃない、違うんや、それイザムのあれでしょ、だって嫁でしょ。そう美穂、美穂じゃない、違う人や、違う人や、吉岡美穂がすげえ可愛い、へえ、がそのプレイボーイの表紙、今日で、今日、うん、一番びっくりしたのが、うん、スピリッツ。お、誰、カトパン。えちょヤングマガジンだったかな。待てどっちかがスピリッツかか、ま、マジマジだよあの人常にグラビア、グラビアだよ。あれですよね、確か2年前ぐらいの屋形船でさそうフジテレビに向かってカトパン結婚してくれと叫んでましたね。叫んでた、あのカトパンが、ね、まあ、スピリッツか、はい、あのヤングマガジンか忘れたけど、はい、それの表紙で、うん、俺谷子ちゃん買っちゃおうかなと思っちゃったあれレジ呼んでねっつってレジに行った方がよくねみたいな。買ってないけど実際は、うん、でマジのカトパンがグラビアですよ。ついにあれカトパンわかりますよね皆さんね。いや、フジテレビの、うん、あの元アナウンサーですよ。待って、ほらはてなはてなはてなだよ。何、吉岡里帆とかわかんないのもしかして。いや、ダメだな、どっちだろうね。今の本当青少年たちはね、
あ、そう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 、リアディゾン。そう、リアディゾンがそれね、先週のプレイボーイ。そうよう知ってんな。福戸どっちは破いた俺。勝ってんすね。そうそうそう、破いた、破いた。え、待って、毎週どれか一冊を、あのね、メタナガ、メタナガあんだったら買うよ、うん、そう、リアディゾン、リアディゾンの、うん、あの袋閉じなんか俺見たくてしょうがないから。グラビアミュージシャンとしてだよ、マジでちゃんとチェックしてるんや。当たり前だよ、グラビアといえば俺だぞ。そんなに。そうだよ。はぁ、リアディゾンってでも結構ちょっと一時前じゃなかったですか。あのね、最近だから復活して、多分すげえ金がねえんだと思う。俺的にはそういうところの関係がいらない。そう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 、あれだよね、うん、私をポイしないでくださいって暴言吐いたあの女、リアリゾンってね。そうなの。そう、やめぎは子供で、だからジャパニーズと子供作っちゃってさ、なんかスタイリストかなんかと、はい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 、あれ、それで、うんうん、あの一回引退しかけたんだけど、うん、あまりにもで離婚して、うん、マネーがなさすぎて、うん、今離婚してんよ。離婚してんの。はぁ、そうそうそう、詳しいだろ。詳しい。だから最近のでもグラビアアイドルは分からない。あのなんか一時なんかあの韓国系のすごいめっちゃ美人な人いなかったですっけ。へえ、韓国系のって分かんねえよ、ほんと。その子も結婚して。へえ、いたっけ。ああ、そうそうそう。誰、なんかどっかの何かの番組で MC してましたよね。え、誰誰誰誰、え、分かんないですか。分かんねえ。ちょっとお前だって、だって一時のやるとすげえずれてる気がするもんだって。絶対に。嘘、うん、絶対ずれてる気がする。ほんと、うん。なんて名前やったかな、めっちゃ今は。や、そうそうそう、いやいやいや、もうちょい後やな、インリンとかよりもうちょい後の、もっと清純派というか清楚な感じ。誰誰、誰、多分すげえ、多分名前が出てくれば多分、ね、谷口さんもあーって絶対言うと思う。言わねえよ絶対、だって韓国系わかんねえもん。俺韓国系って言われたら本当なんか、そのそれこそなんだっけ、あ、なんだっけ、どうですか、なんか、あ、もう忘れちゃった俺。俺なんかほんと、あ、あれだよ、なんだっけ、いたじゃん、ダンス4人組ダンスユニット、誰だっけ、カラ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 、そうそう、とかしか思い浮かべねえもん。マジで、うん、なんだっけな、悔しちゃ、絶対そうだよ、違うよ。カラだいぶ、でもだいぶ古いっすね。カラカラカラ止まってる。あとなんだっけ、少女時代、おー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 、まではわかる。A ピンクとか知らないですか。何それ、 A ピンク、やらしい、なんか、なんか今結構流行ってんすよ。あ、そうなの、全然わかんない俺、韓流って。マジっすか、全然わかんない。韓流、韓国人でも綺麗な感じするよね。なんか逆もしかりですけど、うん、男もなんかすっごいっすよね。俺ね、でもね、韓国人と日本人のハーフと一回飲んだことがあって、うん、すっげえ可愛かった。あ、女性、うん、女性、かわいいんや、超かわいい、マジっすよ。それわらびで飲んだんだけど、牧野さんが連れてきて、はいはいはい、はい、牧野さんっていうのは来月のゲスト。これすごいと思うんですけど、わらびの飲み友達。そう、ミュージシャンでもなんでもない人がゲストで来るっていうね。なんだけど、それがあの連れてきた女の子で、はい、すげえ韓国人と日本人のハーフの女の子で、うん、まあその韓国語は話せないんだけど、うん、日本人、ほぼ日本人みたいな感じだけど、もうね、映画のね、シナリオライターとかやってんだって。すごくないですかそれ。やっばいくらい頭よくて、やっばいくらい可愛い。はで、すっげえスタイルいいの。マジっすか。で、大宮に住んでるっつって、どうしようかなと思ってさ。どうしようもない。どうしようもできないからな。ただ近いだけだから。で、牧野さん、ここに牧野さんいて、うん、その韓国系の女の子がいて、はい、俺がいて、うん、もうね、すごい盛り上がっちゃって、で、その子はやっぱ終電で帰っちゃったんだけど、はいはいはい、で、その頃あのね、バレーのなんかリオ五輪の最終予選かなんかやってたんだけど、はいはいはい、日本対韓国をちょうどやってて、はいはい、俺はなんか知んないけど、その子の顔を思い出したら韓国を応援しちゃったりとかして。韓国頑張れーみたいなさ。流されやすいなー。さらっと流されてますね。男の人はそういうもの、いや、だからね、女の子は国境は関係ないんだよ、やっぱりスタイル。そうじゃない、
実際問題としてはやっぱりその女の子って、ね、うん、音楽と女の子は国境を越えるっていう。いやそれはね俺ね初めて聞いた初めて聞いた音楽は国境越えるはまだ聞いたことある。女の子は国境越えるって越えるさ。だってそれこそ青い空だって中国でめっちゃ人気あるわけでしょ。だってそうなの。そうだよ。はあ、国境めっちゃ超えまくる。あの子が例えば日本と、うん、仮にだよ中国がすげえ揉めたでしたら、うん、中国の皆さん黙ってさ全員男子黙ると思う。男子はな、男子は黙るよ、とりあえず黙るでしょう、ね、とりあえず男子は黙ると。あ、うん、でしょ、うん、確かにそれは言えとるわ、うん、でしょ、うん、仮にだよ。だって、うん、俺がチェジューに、うん、すげえ日本と韓国揉めてるから助けてって言ったらすげえ助ける可能性はあるわ。チェジューに言われる。チェジューだったらね。そうそう。めっちゃメガネかけてマフラーかけるわ、そんなもん。あなたは冬ソナ、冬ソナ、冬ソナ来たんですか。みたいな。そんなあるんすね。だから音楽と女の子は国境を越えるんだよ。なるほどね。すごくない？これ皆さん覚えた方がいいです。うん。だからそういうさ、ことを、うん、加味してだよ、うん、あのグラビアはチェックしないと。ああなるほどね。そうグラビアチェックしとかんといかんのよ。はぁー、え、その面白いんですか。面白い。へぇー、何でしたっけ。あ、そういえばなんか言ってましたよね。何が。そう、そういえば、そういえば、そういえばも分からないし何がも分かんないんだけど大丈夫。俺なんか言ったっけなって。いやいや、まだ早いっすか。うん、いや全然。何、身近な。あ、身近な、はい、これは何言った方がいいの。ちょっとじゃあ、はい、もう早めにやっとく。そうですね、もうゲスト来ちゃいけないんで。ゲスト来ちゃいけないんで、はい、これちょっとさ、西田さんさ、あれフィリップかなんかあったりする。フリップね。フィリップ、あ、じゃあフリップな。なんかの動物かなと思っちゃいました。そうそうそう。フリップって要はだね。あのね、今までその今有名どころディアリゾンしかり、はい、今そういう有名どころの可愛らしい女の子を今言ってたじゃないか。はい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 、違うんだよ、はいはい、違うんだよ。違いますね。僕らは例えば、そうじゃない。あそこのスーパーのレジ売ってる女の子が可愛いとか、うん、あそこの掃除してるすげえ女の子が可愛いとか。はいはいはい。っていうのをちょっと上げていこうかなと思うよね、うん、これはもう男性向けのね番組になっちゃう。そうじゃね。なぜその子が可愛いと思ったか、うんうん、ああいいですいいです。ああなるほど。いいですいいですね。それをね、だから今日はもう完全に男性向けの番組となりますが、はい、身近にいる、まあこのね、これから本当寒いクリスマスシーズンとなっていきますよね、世の男性諸君。そうですね。目の保養として、あ、目の保養としてだな。身近なな。身近なこの可愛らしい女の子、はい、要は俺はね、女性アーティストをあげてもいいんだぜっていう話だしな。ああ、アーティストね。そう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 。ああ、なるほどね。そうそう、はい、でもいいし、はい、それをね、3、4人あげていこうじゃないかってこの企画題して、うん、身近な可愛い女の子選手権。いよっ。年末らしい、年末らしいですね。じゃあ僕からね、ほんとなんかもう祭り、お祭りな感じで。じゃあね、言おうか、はい、俺ね、うん、あれね、この子めちゃくちゃ可愛いんで最近。これもう、あれですか、もう何人あげます。 3人ぐらい。3人ぐらい俺普通にあげられるかな。お、じゃあ、いっぺんに書いちゃいます。あれ、1人ずつ、1人ずつ、ちょっとね。なるほど。じゃあこれね、うん、これ第3位ですね、はい、第3位というか、まあ1位でもいいんだけど、どっちやね。どっちかにしてよ。まあその、あれやね、谷岡さん、俺だから仕事柄的にさ、そうそう、いろんな人を見ることがあるわけじゃないですか、うん、そこはでかいよね。そう、これ見てるといいんだけどな。うん、え、みんな知ってる。え、何がその人。何、みんな全然知らない。全然知らないと思うよ。おお、でもこれあれですよね、いつでも会えるじゃんね。そう、俺だから、はい、この子に会えるのがすごい楽しみなのよ。そういうのいいっすよね。うん、夢があるじゃん。うん、で俺やっぱ B 型だから、 B 型って妄想しがち、うん、はいはいはい、どういったシチュエーションで、ああどういったシチュエーションでっていうのを そこまで考えんだ。あれだから、うん、俺来年35だけど、はい、あの頭の中は中学生なんだな。まあでしょうね。というわけ で、ね、はい、僕が今最近この可愛いと思ってる3本の指に入る1人を発表しましょうか、はい、六本木ミッドタウンっていうね、僕が働いてるところなんですが、うん、のプレッセっていうね、スーパーが、高級スーパーがあるのよ。今日ダウンタウンのまっちゃんが買い物来てたけど。マジ、うん、そこプレッセってあるんだけど。嫁さんと。そうそう。おお、
そこの六本木ミッドタウンの地下1階にあるプレステっていうスーパーがあるんだけど、そこの店員でサービスカウンターにいる石橋さん。いや、これね、思った。あのね、石橋さん、石橋ちゃんかな。全然ピンとこないね。こんなピンとこないことない。これ見てないかな、石橋ちゃん。石橋ちゃん見てるかな、これな、ほんとな。清掃のお兄ちゃんやで、ほんと。向こうは、田中さんのこと認識してんすか。あのね、お疲れ様ですって必ず言ってくるの。あ、そうなんや。清掃してると、そういう会話はあるんすか。お疲れ様ですって言うと、にこやかに、こういう風にしてくれる。芸能人って言うと誰似てんのかな。え、結構もう整った顔なんや。いやー、スタイルもいいし、ちょっと可愛いねこの子はね。なんかね、俺ね、チークの濃い子が好きなの結構、頬紅っていうかさ、はいがすごく良くて、頬紅かな、チークかな。そう、すごいね、でかチーク流行ってるって。でね、ちょっとね、若干色黒なの。ほー、なるほど、ね、え、そういう濃いんすか、色黒な感じの。すごいね、ちょっと変わって。で、もう、もう出てるとこは出てて、シュッとしてて、またそのカートを押す姿がエロい。ショッピングカートをプレッセの押すところが、またまたそれがまたエロいと。だからね、で、だからチェックポイントがまず一つあるのさ、まず左手の薬指に指をしてるかっていう。それはね、わかる。それ、してなかった。おー、右はとなる、どっちもしてない。おーっと、でもそれは、なるほど。で、バックヤードっていうさ、そのさ、あの、その一般客が入れないところでたまに会っちゃったりするんだよ。おー、そしたらもう、何十メートル先ぐらいからでもお疲れ様ですって言ってくれるの。へー、やだ、ちょっと可愛すぎんですけどみたいな。石橋ちゃん、あ、石橋ちゃんよって。え、何歳ぐらいの子なんですか。多分ね、25、6の子なんだと思うんだけど。まだちょっと若い感じで。石橋ちゃん、ちょっと六本木の安居酒屋まっちゃんのとこ行っちゃうよみたいなさ。ビール180円の、あ、ビール180円の。石橋、そんなこと言えないよ。でも頭の中では、いや、こういうこと俺結婚したらすげえ幸せなんじゃねえかなみたいなさ。妄想だけは浮かんでくね。そうだからサービスカウンターだけ念入り掃除しちゃうの俺だから。何回、一日何回も掃除する。3回掃除するんだけど、3回掃除するんだけど、もうやっぱり3回ともサービスカウンターだけ、ま、もう一直線に行くね。ここは俺だっつって。そうもう可愛いんだって本当に。これね、ミッドタウンね、これからねシーズンですから皆さん。はい、水曜日土曜日の、六本木の、ね、あのプレッセというあのスーパーに行かれる方がいればですね。プレッセですね。プレッセっていう、プレッセ、あの石橋ちゃんっていうのがめちゃくちゃ可愛いんですよ。そのネームプレートつけてるんですか。つけてる。お、じゃあ分かりますね。チェックしてるんで。プレッセっていうところに行って、もうね、ダントツで可愛いんで、そこに。本当に結婚してほしい。まずお疲れ様でした以外の会話を交わそう。そっから始めよう。そっから始めましょう。まずは可愛い、はい、そう、まずって可愛い、はい、石橋ちゃん、石橋ちゃん、そろそろそんなプレッセなんか働いてないで、うん、谷岡にならないかと。どういうことや。あ、谷岡にならないか。いや、かまして。俺という名のショッピングカートを押さないか。うるせえわ。もうね、ボケが意味がわからない。俺のポイントカードはもう満タンですみたいなさ。使いたい放題です。そんな感じの石橋ちゃん。なるほどね。この子がすごい、僕今前向き。今今日月曜日でしょ、だって今日月曜日。月曜日じゃん。だから水曜日と土曜日は必ず彼女がいるんで。水道なんすか、うん、その子限定。そう、へえ。もうね、ほんと、あの、僕そこに行くのが楽しみなんです。水曜と土曜日が楽しみでしょうがない、ね、そうそう、楽しみでしょうがない。もうモップ越しに彼女を見ている。あ、モップ越すの恋です。何言ってこんなの。モップ越すの恋です。モップ越しの恋ですみたいなさ。みたいな石橋ちゃん。さあ、ぞっこいやね。可愛いんだぜ、本当に。これ芸能人に似てるって分かんないけど、実際見てもほしいのやっぱ。あ、そんな。ちょっとね、例えられない。へえ、なんか。身長高いんですか。あ、高いのよ、足長いのよ。はあ、本当に。何もせんで高いの。どんなサービスカウンターやねんと思うもん。どういうことやねん。サービスしすぎじゃないのっつうさ。本当に。
と思うね。やっぱ六本木ミッドタウンとなると羽ね、ね、六本木はやっぱり可愛い女性が多いけども、そうね、可愛くてプラスアルファめちゃくちゃ礼儀正しくて、うん、なんかもうなんか性格良さそう。あ、僕そういうのダメ、僕そういうのダメダメ、ポイントカードすぐ埋まっちゃう、騙せる優しさポイントすぐ埋まるしみたいなみたいな感じ。そういうの逆に怖いんじゃないですか、なんかこう、いやいやいや、だからダメな女ばっかりするそうだよ、そう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 、いやいや、あの子だけは、あの子だけは絶対にいい子だと思う。あ、じゃあでも毎回そういうこと言ってるんでしょ、いやいやいや、惚れる子惚れる子に対して、そういうことじゃないですか。そんなことじゃない、そういうことじゃないの。あの子はいい子だよ、ほんと。うん、はっ、あー、気になりますね。これね、石橋ちゃんだからね、あの六本木ミッドタウン来たさ、ね、水曜日か土曜日にね、うん、必ずサービスカウンターかレジ売ってる場合もあるんだよ。あ、そうなんや。レジどころか俺の心も売ってんだけども、やかましいいやいや、そういうのいらんから満タン、もう、もうレジパンクしそう俺のジャキンジャキンジャキン、俺のレジパンクしちゃいますみたいなさうるせえわ打たれすぎてるね。もうこれ YouTube 残んだよね。残る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 よ残るよ石橋ちゃん、石橋ちゃんこれ見せたら、ね、言っとこ、ね、言っとこ、石橋ちゃんこれ見せたら本当にね、うん、本当に僕に声をかけてほしいね。シャイシャイボーイだから俺トゥーシャイシャイボーイだからね。でも俺は本当にあなたしか見ていないっていうねミッドタウンではなんかそう、ミッドタウンではナンバーワンで可愛いんじゃないかと僕は思うんで。これ接点ないんすか、他に。なんかこう接点ね、どうだろうか。だから俺が、はい、例えば、うん、買い物して、うん、すげえいつもご苦労さんみたいな感じで言うんですか。そんなこと言える人間じゃねえんだけど急にシャイやなみたいな感じになっちゃう可能性があるのとあとはなんかバックヤードでどうなるかなっていうな、そこら辺別店舗っていうか別会社だからさ、やっぱり、はいはいはい、そこだよ。あ、もう全然か、全然違うんだ。そうで、くだらないさ、その肉屋のババアと俺すげえ仲良くなっちゃったりするのでプライスジジイとかババアがすげえ人気あんの、ほんとそういうとこだね。そういうとこだっけ。今日もお疲れさんってチョコレートもらったりするんだけどさお前からじゃないよ、石橋ちゃんからでしょうがみたいなさ、とこもあんだけど、はいはい、え、結構何年も前から知ってんすか、その人。石橋ちゃん結構ね、うん、3年ぐらい働いてるからね。もうあら、これはほんとに一緒にイルミネーション見ちゃおうかしら、石橋ちゃんと。石橋ちゃんと六本木明日はミッドタウンイルミネーション開幕だから、ほんと。あ、そうなんだ。そうだよ、クリスマスですね。そうだよ、もうクリスマスですよ。クリスマスだからちょっと俺のイルミネーションも光っちゃうみたいな。いや、かましてどこ光らしとんねんそこいらんねん みたいな俺の LED がつって、いや、かましてちょ、もう、あのね、一人目の話すげえ長いから。長い長い長いだいぶ話しとってるから、ね、長い長いよ。二人目行きましょう。じゃあ君あ、俺が君そうやな、今日、ね、君だよありますよ。男の人はね、でもこういうことで盛り上がるんだよ、居酒屋ってな。そう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 、身近の飲み屋の姉ちゃん、あそこの、あそこの駅の姉ちゃん可愛いとか、うん、これうるせえよなんかヤジが飛んできましたとか違うんだってば、ほんとに。あそこのね、店員が可愛いとか絶対そうじゃん。 ありますね。あの子、だからもう一回行きたいなみたいな感じです。これ名前分からなくてもいいですか。いいよいいよ、絶対そうよ。そこがモチベーションで働いてる男の人っていうのは良くないと思うけどね。ね、ねえねえねえ、いや、それあるある。いや、職場に、うん、もう俺男ばかりの職場なんですけど、うん、あ、荷揚げだったらな。そう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 、これ職場に好きな人がおるっていうのはすごい、なんかこう仕事に対するモチベーション変わってきません？変わるよ変わるよ。荷揚げ女子がいや、いるんだよいるんだよ。荷揚げ女子が今いるんだよ。一人だけいるんだよ。ああ、荷揚げ、俺も別会社なんじゃけど、おうおう、ただ荷揚げ女子ってムキムキやから。ああほんまに。いいじゃんいいじゃん。男みたいなやつだから。いいじゃんいいじゃん。やべえやつがいるんだけど。いいじゃんいいじゃん。もうお前、わ、すごいなってやつがいるんですけど。全然いいじゃん。そういうんじゃないですよ。そういうんじゃなくて、俺が今もう気になってる子、はい、これまず一人目。これうちの近くのガソリンスタンドなんですけど。高円寺、ひかじ高円寺のガソリンスタンド。そう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 。これ、ね、店員さん。店員さんで。はい、これマジ。え、なんか芸能人で誰か似てるかだったら。あのね、いや、ちょっとこれまた芸能人に例えるとまた難しいんですけど、うん、難しいんやけど。どこが可愛いのじゃあ。俺のはさっきだったチークとか、そのほっぺ、うん、ほっぺたが超可愛い。あのさ、俺車を今乗らんじゃないですか、うん、車もバイクも乗らんのんすけど、うんうん、こう通るたびにやっぱこう元気にこうさ、うんうん、ひたむきにこう接客をしとる、うん、あの姿、うん、なんかガソリンスタンドって結構きついじゃないですか。まあまあ、でも結構伊勢のいい姉ちゃんとかたくさんいるじゃん。でもね、そういうイメージでしょ、うん、なんかこうガッツリやってるイメージじゃないですか、うんうん、でもなんかこう
なんかその子ねちょっとこうねか弱い感じなんですよ。か弱い、か弱い感じ、うん、なんかこうそれこそなんかはい、はい、おくどや。いやいや、ちょっと、はい、ちょっと待って、はい、はい、おくかい、ちょっとまた違う、違うくない、はい、はい、おくかい。それははよくってなんだいつって。あれレギュラーってなんだルルルルって言う。ゴロウさん来ちゃったよ。そう違うんですよ。なんかこうさ、じゃあ、レギュラーってなんだいレギュラーってなんなんだい違う違う。ハヨクの違うなんなんだよ、じゃあ。ホタル、ホタルそこの、ハイスラ変えてくる。やかましい何の店か分からなくて何の店ですかそれも。か弱いって言ってフォローさんちょっと今あ、そうかそうかそうか今フォローなってました。あ、そうそうそう何が何が何がなんか、なんかこうな、あえてガソリンスタンドを選ぶ感じじゃないというか、あえてガソリンスタンドを選ぶ感じじゃないってどういうこと。なんかさ、もっと可愛かったらあるじゃないですか、なんかこうそうなんかこうあスタバで働いたとあのなんじゃキャバクラちょっと変わってくるけどお前は説明下手くそガソリンスタンドの店員っぽくないってことそうそれを早く言えよぽくないんすよぽくないんだそうあでもなんかこうそういうギャップっていいかもねじゃろ、うん、じゃろってじゃろってあのなんか、うん、この子なんかガソリンスタンドでなんで頑張ってるんだろうっていうところも考えちゃうんすよ俺、うんわかります何がなんか何がわかんない別にガソリンスタンドじゃなくてもいいじゃないですかああまあねうんそのちょっと洒落た原宿とかのカフェとかカフェとかでとかでもいいかもっていうそれがなぜガソリンスタンドに働いてるかっていうそうあでもね肉体労働をしてる女の子って俺すげえ好き、うんそう例えばあのトラックの配送をしてる女子そう超燃えるわかりますたまにダンプとかをさ超できるダンプをこうでねそれでなおかつそのあれじゃん肉体労働じゃん、うん、美容院とか行けてねえんだろうなって言ってこの辺がちょっと黒くなっちゃってる、はいはい、プリンみたいになってるだけども絶対お化粧すれば可愛い系みたいなそういうそのトラック配送ドライバー的なたまにいるんすよマジそれは熱いねそう、うん、いやしかもそういう人に限って結構こう可愛い感じであそうねお疲れ様ですみたいなあもうバンバン下ろしてくださいもう全部持ってきますみたいなどんどん下ろしてっつってあ俺という荷物を運んでくれたついでにどうぞっつって俺の廃屋をつってギャップがたまらんくないですかたまんないねそういうねなんかねもうそういうなんかに男仕事を女の子がやるっていうのは俺かっこいいと思う ね実はそこはわかるすげえわかるそうやっぱいるんですよたまに現場でもさヘルメットかぶって、うん作業着着て、うん、なんでこの子がそんなことしてるんやろっていうそのさで俺の場合はそこからやっぱ想像力をなんか広げちゃうからシングルマザーなのかなすげえ息子が分かる飛行に走っちゃってるのかなとかさ家計が大変なのかなっつって学費を稼いでる母ちゃんみたいな、はい、それで、ま、なおかつ休憩中にその母ちゃんその女の子がだよ、はい、弁当手作り弁当を自分で作ってきた実際で弁当を食ってたりなんかしたら俺もうなんか俺一緒に作ってあげたくなるどういうこと話飛びすぎやねん料理できねえけど洗い物ぐらいしてやるよって言ってたからなんかね力になってあげたよね力になってあげたでも多分そのもうやっぱギャップ女子っていうより見た目通りもまあいいよいいけどギャップ、うん、ただもうやっぱそういう人がいるとさ、うん、さっきの話じゃないけど、うん、職場に好きな人がおると変わってくるっていう話じゃないですけど、うんやっぱこうね普段より頑張っちゃうもんね現場に女の子おるとちょっとこれモテねえけど、うん、頑張って持っちゃおうかなっていう、うん、10キロぐらいちょっとオーバーしても持っちゃおうかなっていうぐらいのなるほど変な力が湧いてきますよねなるほどねそういやムキムキ少女かちょっと違うそれはお前モテるだろっつってちょっとこうギャップ女子はいいよねでもねそうあのキュンとするポイントだよ男子が ねあの僕はそれは大いにねわかります、わかりますね。ね、まずガソリンスタンドとかにそういう肉体労働をしてる女子はいいよね、でもね。そう。僕は大いに賛成するし、そのシングルマザー系が多いよね、きっとね。そうね。
何かしら抱えてる、あ、まあ、偏見かもしれんけどね、偏見かもしれないし何かしらでもね、でもそういうイメージがあるよ、ね、セルフじゃないでしょ、だってそれってセルフじゃないっす、あ、窓拭いちゃう、窓拭いちゃうみたいな、洗車しちゃいますよって、洗車しちゃいました、俺も洗ってほしいみたいなそういうのいらんてこの辺この辺限定いいね、いいね、いいね、あ、そうね、そういうのありますでしょ、あのね、ほんとこれ見てる女性引いてるかもしんないけどそうですね、男の居酒屋こんなもんだから、ね、そうほんとにこんな話ばっかしてるから、このどこの飲み屋の女性が可愛い、どこのコンビニ店員が可愛いっていうのが、そうそうそう、全部これはね居酒屋で話すよね、こういう話話すね、うん、くだらん話ばっかしてますね、そうそう、くだらん男の子はやっぱ ね幼稚なんですね、ですか、そう考えると変わってないよね、変わってない、学生の頃から話すこれで盛り上がれるしね、飲めるし、そんなもんすよね、男の人はそうなんです、そう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 、続きましてじゃあ僕は行きましょうか、はい、じゃあこれだから結構実名出しますよ、お、これはピンポイントできますね、ピンポイントだよ俺会ったことあるっちゃ会ったことある子、この子なんだけど、うん、まあ、最近売れちゃってこの子、うん、売れちゃった子、うん、待ってちょっと待って、漢字書けなくちゃった、これちち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 ち字汚ねえなやっぱな、オッケー、女性ソングライターでね、この子が今ダントツで可愛いんじゃないかなと思って、お、あのね、このね、女性アーティストですね、うん、中村千尋というですね、知ってる、わかる、この子ね、俺昔からすごい知ってて、要は高円寺の方で僕一回ね、タラリランってバンドやってたんですよ、この子、その子、その当時から可愛い可愛いって、うん、俺はそこまでじゃなかったんだけど、うん、でもその当時一緒に対バンした時に、谷岡さんの曲超いいっすね、私ツイッターでフォローしちゃっていいですかみたいな感じで訂正で来て、まだフォロワーが300人も満たない時期ですよ、はいはいはい、彼女が、うん、そしたら、うん、おいいっすよ、おお、全然今度ご飯でも行きませんかみたいな感じになってて、いい感じじゃないですか、ご飯は言われてないかな、ちょっと持ったな持ったな持ったな、だいぶな、でもまあそれでフォローされて、はい、おおみたいな感じになってから、うん、その1年後くらいになんかタラリランってバンドを解散して、はあ、で今、うん、もう飛ぶ鳥を落とす勢いの感じで売れ始めてて、へぇ、中村千尋さん、そう、超可愛いんだよ、でもはぁ、あ、うん、そうなんや、超可愛い、へぇ、ギター女子、要するに、なるほど、俺でも曲はちゃんと聞いたことないんだけどちゃんと聞け顔ばっか見て、とりあえずすんげー可愛いなと思って、この子、はあ、何が可愛いって、これなんかツイッターでちょっと見せようか、なんかね、これ映んのかな、映して平気なのこれって、大丈夫、そういうとこ、うん、読むだけにしよう、そう、すんごい可愛いんだよね、ほんとね、そうか、今もだってフォローし合ってる中ってことですもんね、そう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 フォローフォロワーの、そう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 、はぁ、中村千尋さん、うん、すんごい可愛い、へぇ、ちゃんと音楽は聞いたことないけど、でもなんかね、路上ライブとか新宿でやってるらしいんだよ、よく、今もあ、そうなの、うん、結構売れっ子なのに、売れっ子なのに、それすごいね、うん、だから俺音楽ちゃんと聞いたことないけど聞けだから俺全然なんか DM とか送っちゃったら全然、うん、届くんだよ彼女に、はぁ、すごいね、まあ俺トゥーシャイシャイシャイボーイじゃわけじゃん、できないわけやね、そう、そんな俺喋ったことないでもね、一回ね対バン仕掛けたことあんのよ、でも、あ、そうなの、そう、おう、なんかストロボカフェってあんじゃん、はいはい、それで呼ばれて、この日ちょっと空いてないですかって言われたの、うん、ああこの日ちょっと行けないですって言ったら、うん、で断っちゃったら、そのスケジュールを見たら中村千尋って入ってて、うん、あー逃したし俺この子との共演逃したと思って、そこでなぜ逃したかっていうと、うん、リッキーいるじゃん、うん、リッキー主催のワイン会間違えたね、いらねーし、間違えたな、田中さん飲み終わったよって言われてたそこ間違えたな、ここで飲むしかでっしょっつってじゃあ開けとくよっつったら、うん、そこにストロボカフェちょうどブッキングで俺誘おうとしたらしくて、うん、それで共演が中村千尋がいたの、うわ逃したし逃したし、リッキーのせいでそういうとこ、そういうところよ、そうそう、だから多分縁がないんだなと思って、あ、ざっくりざっくり言うと縁がない、全く縁がない、へぇ、でもね、これね、だから男性諸君のそのね追っかけをしてるね感じとか言ったら、すごい大いにうなずくんじゃないかなと、この子は可愛い、そんなにだ、うん、音楽聞いたことないけど聞けちょっと聞きましょう、この子は普通に、だってこれ可愛い選手権じゃん、うん、言ったら、まあまあまあね、どれかで有名人じゃないっていうところで売れかけのこの子、はいはい、まあ可愛いっていう前提でやったらめちゃくちゃ可愛い、そこまでは気になりますね、すんごい可愛いよ、はぁ、
超可愛いなと思います。ちょっとそれ俺ちょっと調べてきます、ね、うん、中村千尋ね。うん、あーなんで俺断っちゃったの、ワイン会かな、リッキー主催の。間違えましたね、絶対ね。俺も人生の選択間違いまくりだよ、だからそういうのだからダメなんだろうな、きっとな。ねえ、美咲くんは知ってんのかな、これ。中村千尋さんって桜観光とコラボしてます。桜観光ってわかんない俺東海汽船かしかわかんない、大島の青さんが勧めてたって。へえ、そうなんだ。ねえ、やっぱね、可愛いんでしょうね、やっぱね。ねえ、うん、俺も可愛いと思う、その子に関しては。Yeah. 4人いるその可愛い子のソングライターって結構いるじゃないか、言ったら。いる、うん、あ、可愛らしい、この感じじゃなくてすんげえ可愛いのよ。へぇ、本当にそんなすんげえ可愛いと思う、俺も君なんかそのさ、アーティストやんないで女優とか、はい、あれとかやったでも売れんちゃうぐらいの勢いの可愛さ。そんなにだ、うん、だと思う。気になるわ、そこまで言うなら。これもし中村千尋ちゃん見てんだったら、俺と本当指紋屋とか行きませんかね、千尋ちゃん見てないよ、千尋ちゃん見てないから。なんだったら俺君に DM 送れたりするからあれだぜ、本当に LINE のアカウントか教えてくれたらすげえ助かるんだけどほんまや、ほんまのやつやないですかこれ YouTube 残んだっけか。残るよ。ダメだダメだ残りますよ俺が干される、俺が干される。そう、お前ほんまそう、ほんまそう、ほんまそう、俺が干されるね。お、これ来ましたね、これ絶本命。これはもう本命です。絶本命来ましたね、はい、これもうこれも絶本命来ましたね。私の本命、あの、はい、ずっと俺の髪を切ってくれて美容師の河内さん。河内さん、はい、河内さん、これ何、もともとは高円寺にいたんだっけか。そう、もともと吉祥寺の吉祥寺のあの美容室にいて、うんうん、でたまたまそこ行ったんですよ俺が、うん、あ、こう雰囲気のいい美容室だなと思って入って、うんうん、その時担当してくださ してくれたのがその河内さん。河内さん、はい、通称かわちゃん。うん、そう。通称かわちゃん。通称かわちゃん。いや、それは芸能人で言うと誰なの？誰に似てんの？これね、誰やろな。いや、あのね、これね、別に超清純でもないし、清純でもないし、ギャル系でも、ギャルに行き過ぎてもないんですよ。あら、ちょうどいい。そう。ちょうどええ感じ。この人にこうもう一目惚れをしまして。今池袋だっけ。そう、今池袋の池袋追っかけてったんだよな、お前。そうそうそうこれよ、これをやってくれてんのがだから川内さん。そう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 、もうかれこれ 2年、ね、2年ぐらいですかね。なるほどなるほどなるほど。そうそう、もう吉祥寺の店予約したらもうやめましたっつって。ああ、やめたっつってなって。ああ、それだって川内さんのだってスタイルとかはいいのだっていいっす。あら、じゃあシャンプーとかするときにこういうふうにやられるわけじゃん。だってこういうふうに、そう、わかる、そう、わかります。こうなっちゃうときってあんじゃん。もうこの瞬間、うん、もう天国っすほんまに。だってそれさ、俺が1年前ぐらいにお前がそのさ、バカみたいな彼女に振られたときから、はいはい、あれ、次は美容室に行きたいですみたいな。そう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 、超可愛いんすよと、それ言ったのはこの川内さんの。そう、この川内さん、この川内さんの。そう、この川内さん、これがほんまにどんどんなんかこう、やっぱもう通ってるから、うん、話もこう合ってくるわけじゃないですか、うん、こう話がどんどん盛り上がるし、盛り上がるし、ただもういかんせん、いかんせん、いかんせん一つ気になることがあります。はいはい。その人、うん、右手の薬指なんですけど。あ、してると。はい。あ、ずっと指輪をしてるこれはそれね、はい、ショックよね。ね、ある日からあれっつって、右手の薬指なんか光るもん。これ左じゃないけどまだいいのかもしれませんが、気になるところですよね。右手といえど。なるほど。そうなんですよ、この人もほんま気になるなこの子はなっていうところなんですけど。なるほどね。今ねちょっと中村千尋ちゃんの画像をね小さこに見せようとしてんだけど。お、いや可愛いねやっぱこの子ね。そんな、うん、見せよう、見せくさいよ今日っていうかゲスト来るんですか。ほらほらほら、なるほどね、うん、かわいいでしょこの子。はいはいはい、
今じゃあみんな、ね、これこの子を検索してくださいね、もし見たい人だったら。これ人気出る、これ人気出ちゃうんだよね。この子マジでやったって、ほらこれ可愛いでしょこれ。これね可愛い系ですね。可愛いんだよ ね、 ほんとね、普通に可愛い系の子ですね、うん、だってこれツイッターのフォロワー14,506人いますよ。だってパーでフォローしてんのが628人中の1人俺いますって、俺いますってみたいな。あ、え、あ、そうなんや。そうなの。なるほどね。うん、グーサウツってあのカバー曲やるとこね。そう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 。うん、あ、そうなんだ。なあ、そうなんじゃね。それは知らなかった。へえ。いや、このことか。ほら。あ、歌っちゃってる。歌うなバカ。グーサウツやってる子なんや。なるほど。可愛いでしょ。ありがとう。可愛いでしょ。じゃあこれは俺はもう本当に。この子と結婚したいぐらいの勢い。お、これもう名前は分からんけど、お、もうね、顔、性格、人から全てがパーフェクトヒューマン。じゃあ結構知ってる人だ。パーフェクトヒューマン。いや、それちょっとなんかザ・パーフェクトヒューマン。だからできてないしなんかできてないしな。女子ですよ、はいはいはい、これもね、東京ミッドタウンなんですよ、実は。お、やっぱね、ミッドタウンとか六本木に集まる女子はね、可愛、うん、はい、い、綺麗系が多いですよね、やっぱりね。でもなんかこう、さっきの人よりちょっと深い感じですか。これのね、奥深さはすごいですよ。ほぉ、うん、付き合い的にもね、なんかね、うん、もうね、会った瞬間好きになる、誰もがいわゆるあの、絶世の美女と。そういうやつですか。うん、でもなんか顔もハリー、これハリーフューストンかウィンストンか分かんない、宝石屋なんだけど、ハリーの店員ってちょうどあるんだけど、これですね。へえ、誰々さんか分かんないんだけど、お、これ多分ね、でも結構お年を召してる感じがいるんだけど、東京、これも東京ミッドタウンのね、ハリーなんとか、その宝石屋ですね、要するにちょっと高級なハリーの店員さんですね、うん、なんですよ。これでも奥深いで、まずこれハリーの店員さんって書いてるけど、もともとは六本木ミッドタウンのインフォメーションの姉ちゃんだったの、うん、あ、そっから変わったんや。あのね、ヘッドハンティングでこれ多分絶対に。なるほどね、これそこにいるのもったいないと。そう、うちに来ちゃいなよ、ゆうみたいな。ジャニー戦的な感じでうちで働きなよみたいな感じになるのよ。はい。これはなぜここにヘッドハンティングされたかっていうのも うちら の職場では話題沸騰で、っていうの話題沸騰になるぐらい人柄と美人すぎるっていう。はあ、もう綺麗すぎる、あのミッドタウンのインフォメーションだったのよ。へえ人柄もう完璧で、あ、もうその接し方も最高なんですね、はあ、そういう人がそう、だからもう要はだからそのミッドタウンっていうのはちょっとリッチめな裕福層が来るわけで、はいはい、そのインフォメーションだから英語もベラベラなわけだよ、基本的には。で、ルックスのもう整っていると、でも一般常識も全部頭に入ってての、はい、ミッドタウンのインフォメーションですよ。はああれですね、天は二物を与えるわけですね。すんごい、そういう意味では、ね、可愛いというよりも綺麗。はあ、もうそれこそガッキーみたいなの。はあ、本当に。はあ、でそんなガッキーみたいなやつが、例えばすげえあそこの西田さんがいるポジションから、お疲れ様ですって手振られてみ、俺もう好きですって手振っちゃうから簡単だなおい俺君のことが好きですみたいな、簡単やなおい感じで言いたくなるじゃん。すんごいんだよ。でちょっとゴミが落ちてたら、申し訳なさですいません、ちょっとこれ捨てさせてもらっていいですかみたいな感じ。偉い、もう腰が低い。はぁ、偉いな。すごい腰が低いのよ。へぇ、やっぱそういうの大事っすよね。でもね、本当に超離れててもだよ、ね、お疲れ様ですって、お辞儀をしてくれるの。はぁ、これ俺のこと好きじゃんじゃねえかな。違えよそこは違うよ見た、でも本当にぐらいの勢いで、あんだけ離れてんのあそこからお辞儀をしてくれるんだよ。はぁ、感じ。ただね、そういう人何なんでしょうね。思わせぶりなのかどうかわからないけど、俺だからそういう女の子に弱いじゃん、言うても。逆にそれが計算だったら怖くないですか。怖いね。でもまあ、でもすんげえ顔して、まずこのミッドタウンのその受付所っていうかね、インフォメーションにいたんだけど、それがなぜ今年に入ってそのハリーという宝石、今年からヘッドハンティングをされたのよ。はい、
びっくりじゃないだって。だって同じね、ある建物の中で、あそっか、給料によってそっちに行ってしまう、ヘッドハンティングされるぐらいの、まあその、まあ、気の利きようというか、それによってそっちに行ってしまうっていうか。はあ、だからインフォメーションの姉ちゃんってさ、要するにちょっと別格だから、そうですね、別の休憩所だったりするわけさ。へー、やっぱりあ、そうなんや。そうそうそう、みんな綺麗どころなわけだし、はいはいはい、もう全部が整ってる、うんうんうん、まあ、たまにすげえパンチ効いたやつもいるんだけどえそういう人も入ってくるんすか。入っちゃう、入っちゃう、入っちゃった。難しいんだってやっぱさ、あのミッドタウンで六本木の客なんて特にさ、うんうんうん、絶対にさ、うんうん、でそれをもうここら辺で転がしながらちゃんと道はこういう風に案内ですみたいな、ここにこれがありますとか言える立場じゃないと、もうストレス半端ねえと思うんだって。ああ、そっかそっか。だって俺なんかすげえ喫煙所で鼻から煙出してるミッドタウンのインフォメーションの姉ちゃんいたからだってやってらんねえよっつってみたいな感じの姉ちゃんとかいたし、やっぱその大変な激務で、多分ね、俺ちょっと調べたんだけど安い、意外と給料が。あ、そうなの。うん、へえ。めちゃめちゃね、契約社員なのしかも。あ、みんな？みんな。へえ。安月給なんだなと思って、意外とは。花形なのに。花形なのに。くー、そりゃ大変だと思っちゃう。そうなんや。それであまりにもこの人が気が利きすぎて、うん、できてるから、うん、ヘッドハンティングをされてしまうっていうこの感じ。なるほどね。でなおかつこの今ハリーの店員になったじゃん、この宝石店の、うんうん、超高級宝石店ですよ、うんうん、言ったら、うんうん、それしたら本当に高級、うん、でしょ、うん、それで今何を落としたのか忘れちゃったあなたね、いや分かりますよ考えてることはすごく分かる。いや俺もめっちゃ分かるけどあのね、不器用かあちゃちゃ、だからそうさ、うんうんうん、店員でしょ、うん、店員になったからはもうだからさっきも休憩所が別だったけど休憩所がわりかし近場に来るんだ、うん、はい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 。で、そこのちょっと巡回をしに俺は行くわけさ、うんうん、そしたらもうめっちゃ離れたとこ弁当を食いながらだよ、うん、しかもね、手作り弁当なの。その子？その子。おお、お疲れ様でーすこれ、これ聞こえたんだけど、だから、うん、周りに人がいるわけじゃん、はい、周りに人が、じゃあ俺の、俺っていう認識はしてんのやっぱり。うん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 、口パクでね。そうそうそう、あれくっそ可愛くていいな、なんかなんかさ、すっげー可愛いねん。なんだかんだ美味しい思いしてますよね。超可愛くて、うん、でもね、うん、でもね、やっぱりね、見ちゃうわけさ、左手の薬指に指輪をしてるのかと、うん、見た結果、結果してるんですしてて、うん、してての、はい、このがっかり具合。ああ、まあね。でもね、そんだけ可愛いけど、ダントツに可愛いですこのハリー。ハリーっていうのは本当に超高級の、それこそ結婚指輪を買うみたいな店なんで、あ、なるほど、ね、なかなかその人目にお目にかかることはないかと思いますが、このねハリーの店員はめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと俺は思うので、ぜひとも、ね、それはね見たいですね。見たい。ちょっと六本木見てたぶん。うん、これからイルミネーションもしてるし、うん、そういう意味も含めていきましょう。そうね。あ、で今ですね、ちょうどね、はい、今日のゲストがちょっとご到着されたみたいですね。来ましたね。僕らの今年の番組対抗歌合戦の、そうですね、来月12月の何日でしたっけ。12月18日のうちらのタッグを組むであろう、はい、人がですね来てますね。ほんとマイクありますか。マイクありますか。これ来てますね。じゃあお呼びしちゃいましょうかね。はい、この方です。お名前はこれ言った方がいいのかな。鈴木那須さん。鈴木那須さんが、鈴木那須さんというですね、これ伊調香織のモノマネやってる人でいいんですよね待ってます人でいいんですよね。それでやってます芸人さん、太田プロ所属で、はい、まあ、ちょっと噛んじゃいましたけど若干噛んだね。田中さんというので、どうぞこちらに。どうもー、ようこそ。よかった、間に合って打ち上げかなんかやってるという話を僕は聞いて、ちょっと、はい、お手伝いしてた古賀俊さんっていう、細かすぎて伝わらないものとかで、ああナトゥとか言ってるはい、はい、おじさんのもうちょっと打ち上げをちょっと出ない
といけなくて、はい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 、今大切です、そういうのって。正直もうすいません、ベロベロで僕大丈夫です、一緒っす一緒っす大丈夫かなと思ってきたんです。大丈夫です、飲んでますね。そうそう、これ以上に何杯も、はい、25度のお酒もう25度まああまり高くはないですよね、ストレート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 で決めてるんで、ちゃうもん。あの、すいません、あのおバンド名もお聞きしてないんで。おバンドじゃないですよ、ね、何も言ってこないですよ。ああ、そうだ、おバンドじゃあ、まあ、もう全く申し訳ない、未知の感じで来てるわけですね、はい、しましょうかね、ほんとね。じゃあ、申し訳ないです。ジェットロボットの、ジェットロボットさんの、はい、あの、ドナルド・トランプこと谷岡義雄ジェットロボットの谷岡義雄ドナルド・トランプこと谷岡義雄情報が多い、情報が多い、名前で覚えてる谷岡さん、はい。あの、俺、あの今この番組のアシスタントという形で、そうそう、アシスタントなんです。アシスタントという形で、トランプさんメインでアシスタント、アシスタント、そうそう、はい、小坂達也と言います。小坂さん、はい、小坂さん、一応ここに一応ね、あの出てるアーティストでございましてですね、はい、いろいろやらせてもらってるんですが、そうですね、もう私普段あの落語のライブでお世話になってまして。あ、そうなんですね。まさかね、そうなんです、ドラムセットの前で落語をやってるんです。あ落語してるんですか。はい、あれですよね、ガンモさんとかですよね。ガンモさん、はい、そうです。西口さん、僕らはもうガンモさん大好きなんで。あ、うん、いい人ですよね。いい人ですよ、本当、年々本当にね、ほんと大きくなっていきますが、そうですね、とどまることを知らない、ね、9月ぐらいから一緒にあの屋形船に乗ってですね。何それガンモさんと、ま、何の会ですか。沈むんじゃねえかと思ってそっち側だけね、ガンモさんとどういう会だっけ。ガンモさんとアジアの重心を歌うっていうそ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 うちょっと重心ではないバッチリ映像残ってましたね、あれね、あ、じゃあ結構仲いいんですね。仲いいです、仲いいです。はい、それ、あ、でも落語があってのこれですよね、だからね。そうです、だ、まあ3ヶ月に1遍ぐらいしかやってないんですけど、普段は普通にあのお笑い芸人をやってて、ネタをやってて、で、まあたまにお勉強のために落語をやらせて、ここで Z ロボットさんでやらせていただいてて、で、ね、で前回、この間あったんですけど、その時に、うん、ああちょうどいいやみたいな出れないみたいな。そうですよね。なるほどね、はいはい、今年だからすげえ相手にがすごい見つけるのがすげえ難航してて。あ、そうなんですか。うちらは結構だから2人組、まあまあ前までは3人組だったんだけど、はい、1人、うん、今2人でそうそうそうユニットでやってるんで、はい、やってました。ユニットじゃないんですよ、1人1人はなんかあのここ個別でやってるんですけど、うん、なんかコンビ名とかないんですか。コンビ名は、ユニット名は、ユニット名は、ワラビヤンキースワラビ、もともとワラビに住んで、ワラビっていう、あの埼玉の、そうそうそう、なんで、あの、なんで、あのその番組対抗歌合戦の時、うちらリーゼントですから。そうそう、リーゼントでサングラス、サングラスで演奏させてもらいたいけど、今ちょっとリーゼント、あの、矢沢永吉って言われてぽい、ぽい、ぽい、ぽい感じっす。なんで言われてるんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ。え、普段言われてないけどね。そう普段音楽とか聞きます。でもあー、私はもともと音楽が好きで、おお追っかけみたいな。え、バンギャルじゃないですか。誰のバンギャルですね。バンギャルって言葉もなかったですよ、私もう40過ぎてますので。あ、そうなんですね。はい、あのバンドムームがもうちょうどもう中学3年生ぐらいだったので、はいはいはい、バリバリですね。何の追っかけしてたんですか。最初は X ですね。おおおおおおX ジャパンじゃなくて X です。飛べ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 と飛べ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 。これ屋形船に来てほしかったっすね。本当ね、ほんまに屋形船に来てほしかったな。これは飛べ飛べだ、うん、まあでもだ、あの頃全部聞いてました。だ最初バービーボーイズのアルバムとかを聞いたりとか、 あとだからイカ天っていうの、こっち東京なんでイカ天っていうのを見てて、はいはいはい、ジュンスカとか、まあ普通にあの辺の、ああジュンスカ、ジュンスカいいっすね、はいはいはい、でその後なぜか、はい、あのニューエストモデル、ニューエスト、あ、はいはいはい、はい、ソウルフラーユニオンですね、うん、はい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 、中川さん、中川さん、中川さんが、お前が好きそうなバンドがあるぞって、はい、同じ同級生に言われまして、はいはい、聞いたらもうドハマりで、それはで、ソウルフラーユニオンの家系を2年ぐらい、はい、2、3年しまして、あとただ、イエモンとかも、はい、なんかそんな、あとかまいたちとか、なんかわかんないですけど、あのビジュアル系の、はい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 、そう、もう超ディープっすね、そこにマルコシアスバンプとか、あーい、はい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 、なんかこう、グラム系のバンドなんですけど、ちょっとバンギャーでしたね、はい、今でバンドブームだ、本当に本当にバンドブームの真っ只中で、はい、そうだ、
すごいですね。あと、まあ、あとはまあ洋楽行きましたね。洋楽でだと何ですか。洋楽だと結構やっぱゴリゴリ、それかまあ普通にコーンとか。おお七弦っすね。重いのが好きです。はい、重いメタルとか、メタルとかやっぱ X もメタルがベースにあるんで、やっぱメタル系のベースのちょっとアレンジ系が好きですね。おお、そうか。でもまあみんな好きですよ。だってやっぱりユニコーンも好きだし。あ、ユニコーン、ユニコーン、もうなん、まあそうですね。あとレディオヘッドとか。おお、レディオヘッド好きじゃないですか。大好き。釣り見に行きました。はい。レディオヘッドね、はいいっす。はいはいはい。なんかまあまあ、それでも全然メタルじゃないですけどね。まあ流行ってたんでね。グランジですけどね、ちょっとね。グランジですね。今までのうちらのタッグを組ましてもらった方たちは全然また違う感じの。まあ都市的にね。いやでもそれもありますけども。そこまでまさかのマルコシアバンプ。出てくると思う。出てくる人とタッグを組んだことはなかったです。あ、そうですか。はい。ね、あのみんな本当に。え、歌を歌わせていただけるんですか。そうですよ。ちょっと大丈夫？難しい歌じゃないですか。全然全然大丈夫です。メタルバージョンしましょう。そしたら。いや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 。高音出さなきゃいけないですね。デスボイスしますね、うちらが。うわー、それはね、面白いからね。普段見れない。全員でかかってこー、食べ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 、破壊しましょう。破壊、破壊しましょう。破壊しましょう。そうですね。ドラムを、ドラムを破壊しましょう。あの、火たくんですよ。そうそうそう、シンバルで火たくんですよ。ね、数々のライブハウスできないっていう。メタルとかだったらもうメタル衣装でいきますか、うちらなんか。かかってこいやと。マジですか。そこまでやっちゃいますか。でもだって普段そういう感じじゃないですもんね、今ね。いやでもそういう、ではそんな感じ。俺もではパンクですから、だって。ああ、そうかそうか。ではパンクなんで。じゃあまあね、お客さんからしたらちょっと貴重かもしれないですね。そう、全然もうやっちゃいましょうよ。なんか本当ユーストのカメラとか破壊しちゃいますもん。バーンバーンって。もう遅いしてんじゃねえ。遅いハロウィンみたいな、2ヶ月遅れのハロウィンみたいなね、感じもいいかもしれない。怖いわ。え、普段はじゃあ芸人さんと結構コラボされてるんですか。そうですね。もうだから毎年そうですね、僕らは。グラビアアイドル、グラビアアイドル言わされたんだけど、全部芸人さんで本当。続けば芸人さん。芸人さん。水着着ようか。塾女の水着着ようか。いいですか。お願いします。いや、やめとく。多分需要がないです。そんな感じなんですよ。でも本当番組対抗歌合戦。あれもまあもう時間がもう時間になっちゃいましたね、これね。すいません、ちょっともう遅くなっちゃう。あと4分ぐらいになっちゃいましたけど、これもここはね、今年の番組対抗12月18日。はい。に、タッグを組んでですね。これ何、どっちの曲をやるとか西田さんあるんですかね。ああ、どうしましょうかね。でもまあ一応どうですかね。番組的には谷岡さんの名前ですからね。あ、まあね。ね。今かかってるのはちなみに俺の曲なんですよ。これ。そうそうそう。これをメタルバージョンでやる。いや。おい。こんないい歌、ちょっと台無しな感じがありますけど、こんないい歌ね。お前ら変わってかよ。食べ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 。いや、それも面白いですけどね。それはオリジナルでもうなんかもう30秒ぐらいでね、あーってあーって終わるっていう。やっちゃいましょう、やっちゃいましょう。これはこれで流した方がいいですよ、絶対いい歌。これなんで、まあまあそれになるかっていう、まあメトで流すかっていうのもまあ打ち合わせをして、何回かリハをカラオケでやってやるっていう感じしましょうかね。じゃあね、今年はお願いします。今年でもなんかね、一番音楽熱が熱い人ですね、多分ね。そうですね。ああ、いやもう全然、なんだろう、もうワン風なだけで。ワン風、はい、あの音歌ったりとかはないので、はい、すいません、よろしくお願いします。まあまあまあそんな感じでですね、12月18日か、18日。そうそうそうなん、次出てくるあれ、たぬきごはんさんが毎回毎回面白いんだよね、上位に食い込んでいく。あ、そうなんですね。堀ちゃんがね、歌うまいんですよ。あ、いや、うまそうです
ですよね。声もいいしね。はいはい、はい、去年なんかセカオワみたいな感じで来て。あれはね、ズリかズリと思いながら。普段からさ、男女コンビをやってるからさ、なんかやっぱそのセカオワ感があるんじゃない、うん、男に男女にみたいなさ。それで歌うまいからね。ちょっとね、でも男女と関係ありませんよみたいな。そういうね。ズリー。え、あんの？あ、ごめんごめん。あんの？聞いてないわ。打倒狸ご飯。打倒狸ご飯でいきましょう、うちらも。私一人ですか？いや、頑張ります、頑張ります。ほんと、それこそ伊調馨のモノマネ。こいつ、こいつを落としてくれてもいいんで、ほんと。技かけ。あとね、伊調馨は顔真似なんですけど、あと、声が、まあ自分で言うのもなんですけど、小泉今日子さんの声真似で何回かモノマネ番組出させていただいて、キョンキョンですね。ちょっとアイドルの発声は結構まあできるというか。あ、なるほど。それちょっと面白くないですか。なんかそれをうまくなんかアレンジ、あの、お任せするんで。それいいな。やろうましょう、ちょっと。一応それで出たことあるので。ちょっとそれやりましょうよ、今年。はい、やっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。狸ご飯に勝つには狸ご飯、打倒狸ご飯。ちょっとそれは面白いことになりそうですね。本当ですか。はい、やっちゃいましょう。ということで12月18日ね、ご期待ということでよろしくお願いします。そうですね、この3人でやりますんで、ぜひよろしくお願いしますということを、ちょっと告示事してもいいですよ。もしあれだったら、あれ、これになんか劇場があるとか、あのライブがあるとかあるんだよ。ないですか。ないな、ないな。あの、細かすぎて伝わないものまねっていう、トンネルさんの皆さんがいらっしゃるのが、親がまあ12月22なので、またその、あの、次にします。次にこうしてます。10年も12月22日にそれがオンエアになるということです。そうですね。それスペシャルかなんかですか。それスペシャルです。裏がね、ドクター X。 わー、日本一で取れるという、私失敗しないのでっていうのが裏らしくて、もうなんか半分やけくそなんですよね、富士も。でも細かすぎての手弁当で頑張ろうみたいな感じらしいので、あっちはドラマ、あっちは何、 BTR っていうか、あの、 DVD 撮っていただいて、こっちを生で見たらいいのかなと思います。なるほどなるほど。それをぜひ、じゃあね、12月22日にオンエアされるらしいんで、皆さんチェックしましょうということで、お願いします。あとはうちらの、じゃあライブ告知を。はい、今週の11月17日に代々木ラボという箱で、自主企画というか共同のイベントをやります。はい、今年の締めくくりというか、あと、そうですね、11月締めくくりでそのイベントをやって、来月の12月の8日、国ジェット高田の場はジェットロボットでツーマンライブをやることになっております。熊谷とな、熊谷美咲と、そうですね、今年の集大成、それが今年の集大成って感じで、バッチリやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はいはいはい。じゃあ俺ね、俺はお前の翌日で11月の18日か、今週金曜日に、新大田クロッシングで、はい、ライブがありますと、あとそれ終わったらもう今年3本しかなくて、それ合わせたら、うん、あとは12月の17日、これね、実はね番組対抗歌合戦の前日なんです。前日ですね。俺地元が伊豆大島なんですよ。島なんですよ。伊豆大島？そうなんですよ。島、島なんですよ。そこでワンマンライブをして、へぇー、で、一泊して、あの、翌日船で帰ってくるんですよ。当日に帰ってくる、帰ってくるんですよ。海が荒れたら帰ってこれないし。このまた海がしける時期ですね。12月なんて海がしけますよ。海が万が一しけた場合には僕は参加できないという、まさかすごい日にぶっ込みましたね。電話でやろうか。そうですね。あの、その日ね、ワンマンライブを12月17日にやりますね、故郷認識をでやるんで、伊豆島通りというところでワンマンライブがあります。こけら落としワンマンなんですね。僕が選ばれましたんで、ぜひともですね、来たいという方がいれば、観光がてらね、観光がてらな、とか、そこでやります。あと、あともう一つ最後なのが、東京のワンマンもここで12月の28日にありますんでですね、はい、ぜひとも、それはね、歳末谷岡会といいまして、毎年恒例のね、毎年恒例のね、ワンマンライブやってますんで、ぜひともお願いしますということで、はい、ではでは、最後はキョンキョンのモノマネで締めてもらいましょうか。おーっと、急に来ました。キョンキョンの、これね、毎回そうなんですよ。毎回こういう無茶ぶりがね、誰かしら出られるんですよ。じゃあ細かすぎたような感じで、はい、最近のキョンキョンね、はい、なんかって言って、はい、なんかって言い過ぎてあんまり話が入ってこない最近のキョンキョンの雰囲気を、はい、
なんかさ、なんかこう酔っ払って鍵をガチャガチャって開けたのね。そしたらなんかこう床が冷たくて気持ちよさそうだなって思ってたらなんか寝ちゃった。オッケーです。オッケーです。12月18日これでいっからな。これでまた。これは楽しみになりました。これね。これはいいですよ。これ来るよ。ありがとうございます。これ来たでしょ。うとうとしながら僕